りさ、このチャンネル建造物のことばかり取り上げてるけど、ちょっと飽きない？おいおい、なんてこと言うんだ。人工構造物のロマンを忘れてしまったのか？いや、そういうわけじゃないんだけどさ、土木とか建設って古い感じがするんだよね。なんかこう、もっと革新的で面白い技術はないのかな。まあ確かに古い体質の業界ではあるだろうな。でも別に最新じゃなくて昔からある技術でも、霊夢が知らないだけで面白い技術はいろいろあるぜ。例えば、発泡スチロールを使って道路を作る技術。これも今や割と一般的に採用されていて道路工事の業界では常識的な工法なんだけど、初めて知ると面白い技術だろ？発泡スチロールってそんな使い方できるの？こりゃ全然知らなかったなぁ。うむ、これは EPS 工法といって、1985年にノルウェーから導入されたもので、すでに実績もたくさんある完成技術なんだぜ。でも発泡スチロールって押すと潰れるけど、ふにゃふにゃの素材で大丈夫なの？では今回はその辺も含めて、発泡スチロールを使った土木技術、EPS 工法について語っていこう。ゆっくり土建図鑑。まず、EPS とは発泡スチロールのことで、梱包材でおなじみの軽いプラスチック素材だ。だから EPS 工法は別名、発泡スチロール土木工法というぜ。なかなかインパクトのあるネーミングだね。これは大きな括りでは、軽量盛土工法という技術の一つで、発泡ウレタンとか、高架前のセメントやモルタルに気泡を含ませた FCB を使う工法も仲間に当たるんだ。まだ他にも色々な軽量盛土があるけど、中でも代表的なのが EPS なんだぜ。でもなんで軽量化しなきゃいけないの？重たくて丈夫な道路の方が安心なんだけど。そのあたりはとりあえず、実際に使われた事例の一つ、三陸自動車道の大和石巻道路4車線化工事を紹介しつつ、説明しよう。大和石巻道路は、宮城県東松島市川下りを起点とし、石巻下農町太田に至る延長 26.5 メートルの自動車専用道路で、もともとは片側1車線。これを片側2車線の合計4車線に拡幅する工事が2015年に完了しているが、その一部で EPS 工法が採用されているんだ。というのも、道路を拡幅するためにはまず盛り土によって高さを揃えないといけないんだけど、部分的に地盤が軟弱だったんだよ。そうなると通常の盛り土では地盤沈下によって隣の2車線によからぬ影響を与えるリスクがある。そこで一部区間は土じゃなくて発泡スチロールのブロックを並べて、その上に道路を建設したということだ。土と比べて圧倒的に軽くて、軟弱地盤に対して地盤改良工事をする必要がなくなるからな。ああ、そういうことか。それなら土と比べて断然有利だ。こちらがその様子、施設の道路の隣に発泡スチロールブロックが積み上げられているぜ。この工事の標準的な方法だが、まず設置する地面の形を整えて、発泡スチロールのブロックを並べる。このブロックの標準サイズは高さ 0.5 メートル、幅1メートル、長さ2メートルだ。並べたら刃のついた金具でブロック同士を連結。最後は発泡スチロールの上に鉄筋とコンクリート床板を敷いて、さらにその上を舗装すれば、見事に道路完成ってわけだ。わぁ、パッと見普通の道路でも、下には発泡スチロールが埋まってるのか。すごいとは思うけどこんなの本当に大丈夫なのかな。弱々しいイメージを持つかもしれないけど、土木用発泡スチロールは盛り土に求められる分には十分な圧縮耐性があるんだぜ。しかも水分を吸わないから均質な盛り土が作れるし、衝撃にも強い。一応紫外線で劣化するという欠点はあるけど、道路下にあれば問題ないんだ。なんだ、それじゃつまり無敵の工法じゃん。いや、弱点はまだあるぞ。発泡スチロールは薬品にも弱い。地下に埋設された配管やタンクから油分が土壌に流出すると、発泡スチロールが溶けて道路が陥没してしまうぜ。あとは軽いゆえに、地下水位の上昇による浮き上がりも要注意で、地下水位の最高水位を知った上で設計するか、浮き上がらないように何らかの方法で固定しないといけないな。なるほどね。でもまあとりあえず強度の面から言えば土と同等で安全なのか。理屈は分かったけどなんだか不思議な感じがするね。もの珍しく感じるかもしれないけど、この技術はもう50年前、1972年にノルウェーで初めて施工されてから世界中に展開していて、日本も1985年にノルウェーから技術を導入。高い耐震性も評価されて急速に普及し、あちこちで適用されたんだ。2008年の時点ですでに1万件ほど採用されている実績ある工法なんだぜ。道路用の盛り土に使用するのが一番多いけど、使い方はいろいろあって、地下の配管や建造物を土圧から守るために、埋設構造物の埋め戻し工事なんかにも使われたりするんだ。へぇ、それじゃもう知らないうちに発泡スチロールの上を通ってるよね。そうだな、あと比較的よく採用されるシチュエーションとしては、急傾斜地の盛り土も挙げられるぜ。土を持って道路にすると地滑りが発生してしまうようなところも、EPS 工法なら建設できてしまうんだ。道路の下がこんなことになってるとは想像もできないなぁ。ところでさ、発泡スチロールって実際のところ、土と比べてどれくらい軽いのかな？100分の1だな。土を使う場合と比べたらもう比較にならないぜ。
この圧倒的な軽量化によって地盤への影響以外にも工事を簡単にできるというメリットもあり、大型重機を使わなくても人の手でブロックを並べられる。軟弱地盤や急傾斜地はそもそも大型建設機械の使用が難しいんだけど、そういう場所でも重機を使わずに人力で施工できるのはかなり優位性があるんだ。そっか、それだけ軽いと工事もコンパクト化できるんだね。そう、土を盛るよりせっせと発泡スチロールブロックを積み上げた方が効率も良くて、工事期間だって短縮できるんだ。軟弱地盤を改良する手間がなくなることも考慮すると、計り知れない施工簡略化が期待できるぜ。そして、工事期間の超短期化は例えば壊れた道路の修復なんかに役に立つんだ。最近の例だと2019年、アメリカ国道36号線崩壊事故の復旧対応がわかりやすいな。おお、随分と派手な崩壊事故だ。この壊れてしまった道路はコロラド州の主要道路の一つで、交通量も多い重要ルートなんだよ。もちろん迂回ルートで対応できるが、主要道路なだけあって一刻も早く復旧しなくてはならない。そこで修復に用いられたのが EPS 工法で、6000個の発泡スチロールブロックを迅速に組み上げ、早期復旧に貢献したんだ。見た目のインパクトもあって、事故発生から発泡スチロールでの復旧まで大きくニュースに取り上げられたぜ。なんかもはや万能って感じがするけど、もう普通の盛り土っていらないんじゃないの？残念ながらそうはならないんだ。発泡スチロール自体のコストが高いからな。基本的に EPS 工法はお金がかかるもので、実際にさっき説明した大和石巻道路4車線化工事も適用されたのは一部だけだっただろ？ああ、確かにそうだったね。それでも軟弱な地盤の改良工事をやらなくてよくなったり、重機を設置しにくい現場だったり、工期短縮のメリットが大きかったりするときには、トータルのコストで考えて EPS 工法が採用されるということだ。場合によりけりなんだね。でも、EPS 工法が活躍できる現場は増えていくと思うぜ。というのも、道路建設の工事なんかは費用対効果の高い、簡単な計画から実行されていく傾向があるはずだ。つまり新しい計画は以前よりも現地条件の厳しい過酷な現場が増えていくだろうけど、そんな現場こそこの工法が役立つわけだからな。これからの難工事でも、発泡スチロールに乞うご期待ということだね。では今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうだぜ。